つまりですね、このスラッグ渓谷のですね、この深い谷というのは何かっていうと、実はだあの自然の大地ではなくてですね、人間が掘り出した石炭のボタ、カスでできているっていうのが多分この初期設定なんですね。だから誰が呼んだか鉱石屑、スラッグの谷、スラッグ渓谷っていう、まあそういうふうなですね、呼ばれ方をするようになったわけですね。えー、行ってみましょう。 えー、これが主人公パズーノスの住むスラッグ渓谷ですね。クロシロラピュタの中にはですね、あの、アニメの中に残ってて、シーンとしては残ってるんですけど、ちょっと見ただけでは何では、何だかわかんない、あの、元々のアイデアの残り、ラピュタ遺跡っていうのがいっぱいあるんですけども、このスラッグ渓谷をですね、ブラタモリ形式で、えー、ちょっと見て、ラピュタ遺跡を探してみましょう。で、スラッグっていうのは何かっていうと、あの、鉱石から金属を精錬するときに出るカスのことなんですね。つまり、 あの、金属のもう何倍何十倍ものカスが出るんですけども、えー、ただこのイメージボードを見るとですね、ここに、見えるかなこのね、単純って書いてるんですよ、この位置に。 これ何かっていうと、炭鉱住宅のことなんですね。えー、石炭掘りが、の人たちが住む、まあ、共同住宅の住宅街のことです。まあ、かつて三池炭鉱や夕張炭鉱ですね。まあ、有名な軍艦島にもあったですね、炭鉱住宅っていうのが、まあ、ここにこう、ずらーっと並んでいるわけなんですけども。実は初期設定ではですね、あの、スラグ渓谷っていうのはですね、あの、鉱山の町ではなくて炭鉱だったんですね。 で、炭鉱ではですね、石炭の何倍も、まあ、あの、ボタと呼ばれるカスが出るんですよ。石炭の、まあ、の塊見たいなものを取ると、それを割ると、そんだからほんのちょっぴりの石炭と、その何十倍何百枚分のボタっていうカスが出るんですね。なので、炭鉱の近くにはですね、どこにでもですね、えー、ボタ山っていうのが出てきます。あの、ボタを、あの、なんだろうな。 呃、大したものです。で、あの、軍艦島が何が優秀だったかというと、ボタを全部海に捨て入れたので、ボタ山がほとんどなかったんですけども、えつまりですね、このスラーグ渓谷のですね、この深い谷というのは何かっていうと、実はだ、あの、自然の大地ではなくてですね、人間が掘り出した石炭のボタ、カスでできているっていうのが、多分この初期設定なんですね。だからこんな無茶苦茶、かなり無茶苦茶な地形なんですけれども、 というですね、設定になるはずだったんですね。しかしですね、この 石炭の炭鉱になるはずが、変更が入ってですね、パズーの住む鉱山はですね、石炭ではなくて、まあ銀とか銅とかをですね、鈴とかを貴重な金属が取れるような場所という設定になってしまったと。かつてはまあ鉱石が豊富に採掘できた場所。しかし、今や鉱石はまああまり取れずですね、えー、スラッグだけが目立ってしまう。カスばっかりが目立ってしまう。誰が呼んだか鉱石屑、スラッグの谷、スラッグ渓谷っていう。 まあ、そういうふうなですね呼ばれ方をするようになったわけですね。